青森市鶴ヶ坂大宇本線沿いに受け持ち神社があります。弘前藩が両馬産出のため開いた牧場、津軽ごまきの一つ津軽坂の牧場があった場所です。寛永15年1638年、弘前藩三代藩主津軽信義は家臣に命じ、南部藩領倉内村から牧師倉内図書を招いて津軽坂に牧場を作らせ、牧頭としてその経営に当たらせました。その際、村に馬頭観音を祀った総仙堂を建立し、馬の守護神としたのが始まりとされ、その後総前宮受け持ち神社と名前を変え、現在に至っています。津軽坂の牧場の規模は東西2里、南北3里、寡婦された馬の数は牝馬15頭、オス馬1頭でした。津軽坂の他は藻屋、滝の沢、乳内、枯れ木台に牧場が開かれていたとされ、藻屋にはかつて弘前藩の牧場があったことを示す石碑が建てられています。藻屋の牧場は寛永8年1631年、弘前藩の命を受けた川越源右衛門を牧頭とし、献上馬、新上馬など名馬養育のため開かせたと牧場跡の石碑に記されています。この石碑から十和田湖方面へ進むと茅野高原の茶屋が見えてきます。ここのお茶は飲むと長生きすると言われている有名なお茶で、川越源右衛門が藻屋の牧場で働かせている幕府の健康維持のために畑で採れた雑穀と山で採れたキノコ等を配合し、煎じて飲ませたのが起源とされているそうです。2軒ある茶屋のうちの1軒は川越源右衛門の子孫が経営しているのだそうです。牧場は天保年間に藩の財政事情のため閉鎖されてしまいましたが、津軽量産の馬は鷹とともに藩祖津軽為信の時代から関白をはじめ有力諸大名への献上品として珍重されていました。有料馬を産出していた津軽ごまきは弘前藩外交において重要な役割を果たしていたと言えるのです。